キータ駅。キータ駅は、和歌山県田辺市港島のうちにある、西日本旅客鉄道、JR 西日本規制本線、木の国線の駅。事務官コードは62万2067。田辺市の代表駅で、特急、黒潮を含むすべての定期列車が停車する。阪和線から直通してくる、普通列車は、 当駅が終点であり、線内の普通列車で当駅を越えて運転されるのは、朝の須さみ発和歌山駅一本のみである。また、亀山駅から当駅までは単線だが、当駅から和歌山駅までは、複線となる。かつては、木板鍋機関区が併設されており、D51 系、D60 系、C57 型、C58 型などの蒸気機関車、入れ替え用に、 8 6 2 0系、c 5 0型なども配置されていた。線形車庫などもあり、和歌山機関区、新宮機関区、亀山機関区と並ぶ規制本線の重要な車両基地であった。現在も木板鍋運転区、木板鍋保線区、田辺電機区が設置され、避難エリアの拠点であると同時に、規制本線運行上の要衝としての役割を果たしている。 1932年11月、帰省再選の南部駅から東駅までの開通に伴い、帰省再選の終着駅として開業した後、1933年12月には、帰省再選が東駅から紀伊ト田駅まで延伸となったことにより、中間駅となった。第二次世界大戦後は、田辺地方引上げ援護局の設置に伴い、主に、 台湾などからの戦後、引き上げ車を輸送する引き上げ列車の起点としても重要であった。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ地上駅で構内に留置線があり、折り返しが可能である。また、ホームと接する線路の間にもう一本線路がある。端式ホームの一番乗り場側に駅舎があり、島式ホームの2.3番乗り場へは、 古戦橋で連絡している。駅舎は天井が高い洋館風で1932年の開業当時に建設されたものである。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、すさみ駅岩城駅間の各駅を管理している。緑の窓口が設けられているほか、自動券売機が設置されているが、緑の券売機及び自動改札機は設置されていない。このほか、 駅連タカー業務も行っている。トイレは設置されている。自動体外式所再動機が1台設置されている。また、子供110番の駅にも指定されている。当駅において夜間対泊を行う車両がある。また、2006年に施行されたバリアフリー新法への対応の一環として、新宮側に仮設されていた、それまでの古戦橋を撤去した上、新たに、 ごぼう側に車椅子対応型エレベーター2機と、古選橋を約2億700万円で設置、うち3分の1は、JR 西日本が負担し、2009年3月29日から、共用を開始した。なお、同日には完成記念式典が行われ、JR 西日本和歌山市社長、人とし坂吉信和歌山県知事、2階、都市広経済業大臣、 正子光俊ツ田辺市長らが出席し、設備の完成を祝った。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、駅前広場は田辺市の都市再生整備計画に伴う改修が2012年に事業化された。中心市街地活性化の一環として行われるもので、一般駐車場の一設に伴いスペースを確保すると、もに公共交通機関の乗降場などが整備され、 交通混雑の解消やバリアフリー対応がなされるほか観光案内施設の建設も計画に含まれた。2012年6月の報道では工事は2012年7月から年度末にかけて実施し事業費は約4億1000万円とされた。実際の工事は総工費約4億8000万円で2013年9月までかかり同年9月28日に完成記念式典が 行われ、駅舎に隣接して、周辺のアジコーロは2017年の報道では200軒以上の飲食店がひしめく和歌山県随一の飲食街として紹介されている2013年9月 JR 西日本和歌山支社が現役者を北西の隣接地に建て替える案を田辺市に提出していたことが報じられた JR 側は1932年建築の現役者を耐震化する場合の経費や現役者の場所での改築する場合の仮役者費用などがかさむことをその理由とし予想される南海地震時の津波避難施設としても活用できる4から5階建てのビルとする構想で2016年の完成後は現役者は取り壊すとされた。これに対しては 現役者の位置を前提として市が進めている駅前、広場整備事業への影響を懸念する反応や、歴史的価値から現役者の保存活用を求める声が、地元から上がり、田辺市中心市街地活性化協議会は11月17日に、新駅舎を JR 案通りに建設することは承認する。一方で、現役者の保存活用を求める意見を市に提出した。月日に開かれた。 中心市街地活性化協議会で JR 側は現役者を取り壊す場合に跡地の一部に駅舎を設置して現在と変わらない動線を維持すること現役者を市に無症状として市が保全活用することを提案したこの提案に対して市側は現役者の耐震補強に億単位の費用が必要なことに加えその後の維持管理や利用者の安全管理まで市が責任を ステンに市民の合意を得ることが困難であると述べた。2014年6月4日、JR 西日本和歌山支社は、現在の駅舎のある位置に動線を維持する形で、利用客に熊野の歴史や自然の魅力を感じてもらえる空間イメージした内装と、約300人が津波から避難できる機能を持つ3階建ての駅ビルに建て替えることを明らかにした。この時点では、 2015年度初頭に工事に着手、2016年度末までに完成させるとしていた。市は、現役者について、公費投入による耐震化と維持管理は不可という主張を改めて示し、保存を求めていた、田辺市中心市街地活性化協議会も、やもうないと建て替えに同意した。駅舎の改築は前期の発表では2015年度、初頭の着手とされていたが、 2015年10月には2016年中とされ、それに先立つ2015年10月から12月に開催された木の国トレイナート2015では、イベトの一環として、駅舎の外壁に壁画イラストが描かれた。その後改築着手はさらに遅れ、田辺氏は2016年11月に2017年1月から新駅舎の設計を開始し、 同年6月に工事着手、2019年3月末に完成というスケジュールを明らかにした。駅舎については、田辺市側から現駅舎の外観イメージの継承などを求める要望が出たため、市が追加工事分を負担する前提で JR と合意したという。2017年の報道では、市の負担は設計費も含めた、総工費3億6000万円のうち、 約千万円とされている。2017年8月17日、JR 西日本は駅舎の一部、正面向かって左側の解体に着手した。2017年8月の報道によると、駅舎本体の解体は平成30年度、2018年から2019年に実施し、2019年3月に新駅舎の完成を目指すとしている。 3階建ての駅事務室ビルが隣接地に完成したことを受け、2018年5月より駅舎の解体が本格的に開始された。新駅舎の屋根は現役舎や統計神社の衣装が取り入れられる予定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。